今回は、スシローの、マグロ偽装疑惑について、話していきます。8月31日、デイリー新潮で、スシローの悪質なマグロ偽装疑惑、DNA 調査を行うと、検伝されているのとは違うマグロが、という記事が掲載されました。キハダマグロよりも、メバチマグロの方が味が濃いらしく、スシローはテレビ番組で、スシローは味が濃厚なメバチマグロのみを使用している、と検伝していました。しかしこれに疑問を持った人がいまして、鉄火巻きを実際に食べてみると、味が薄いのではないか、という印象を持ったそうです。そこでスシローに問い合わせると、鉄火巻きにはメバチマグロが使用されている、という回答がありました。それでも納得できず、専門業者に依頼して、複数店舗で提供されていた、鉄火巻きのマグロを DNA 鑑定したところ、一部の店舗で、メバチマグロだけでなく、キハダマグロが7割程度、鉄火巻きに使われていたことが、判明してしまいました。すごいですね。業者に頼んで DNA 鑑定までするなんて、よほど確信があったんでしょうね。スシロー側の、メバチマグロを使用している、という回答とは、完全に矛盾した結果が出てしまいました。いや、これ結構ヤバめのやつですね。ただでさえ最近若干不調なんですけど、大丈夫なんでしょうかスシロー。この件を受けて、後日スシローは、公式ホームページで、文章を掲載しました。内容を要約すると、大体こんな感じです。お問い合わせ窓口の担当者が、間違った内容の回答をして申し訳ありません。記事にあるような、悪意や悪質、偽装といった行為は一切ありません。マグロを使用したメニューでは、数種類のマグロを、使い分けて使用しています。握り寿司のマグロについては、メバチマグロを使用しています。鉄火巻きなどにつきましては、その時の仕入れ状況などによって、複数の種類のマグロを使用しています。記事内で言及されている番組では、握り寿司のマグロが、メバチマグロのみを使用している、という説明をしました。記事の内容については、弊社の意図とは異なり、大変遺憾に存じます。ちょっと、逆切れしててくさ、スシローはおとり広告や、ビール半額キャンペーンで、期間前に時期を書かずに、店内に広告を掲示する、なんてことを立て続けにやらかしていますから、その流れからのこれは、結構痛いですね。グルメジャーナリストの、トンユー様が、フラッシュの記事で次のようにおっしゃっています。苦しい言い訳に聞こえますね。メバチマグロかキハダマグロかなんて、一般のお客様は気づきません。そこにつけ込もうとする意図や、偽装を指摘されても仕方ないでしょう。やはり人の口に入れるものなので、安全性の面でも正しい表示が求められます。またお客様は品種のブランドや、満足感などの食体験に対してお金を払っているので、それを欺くのは悪質と言われてもおかしくない。飲食業界はほとんどが中小企業ですが、スシローを展開する親会社はプライム上場企業で、そういう大企業が提供する情報が間違っていたのは、その時点でどうかと感じます。卸業者の方は、提供している魚種について、すべて知っていますし、今は SNS があるので、別種のマグロが使われていることは、相場漏れていたはずです。スシローの個別な事情はわかりませんが、高級店と違ってマスを相手に安売りで勝負する業態では、こうした中身を偽ってよく見せようとする、有料誤認の問題が起きやすいとは言えます。この件が、意図的な偽装なのかどうかは、皆様が各自で解釈することです。ただ気になるのは、問い合わせ窓口の回答が、間違っていたという点ですね。まさかスシロー側も、DNA 鑑定なんてされないだろう、と高をくくっていたのかもしれません。まさかマグロ以外でも、こういうことありませんよね。大丈夫ですよねスシロー。ちなみに、くら寿司の鉄火巻きは、安くて美味しくて、非常にコスパがいいです。わさび効かせると美味しいよね。最後までご視聴ありがとうございました。